どうもみっちゃんです。今回は熊本の上通りと並木坂の中間からお伝えします。バルールという創作中華とワインのお店で、特に看板とかはないので、もう隠れた名店という感じ。餃子がとても美味しいとのことでやってきました。全部のメニューを注文したかったんですけれども、今回は厳選して注文しました。今回もみっちゃんはノンアルコール。自家製アラゴシ梅スカッシュはとてもおしゃれで美味しかった。まずはエスニックポテトサラダ蜂蜜ソースがやってきました。いやいや、ポテトサラダに蜂蜜は合わないでしょって思ってたんですけれども、めちゃくちゃ合ってました。今度からポテトサラダに蜂蜜をかけます。そしてお目当ての餃子がやってきました。もう一つ一つがめちゃくちゃでかい。これみっちゃんですね、割ってしまったんですけれども、中に肉汁がめちゃくちゃ入ってるので、もう割らずにですね、かぶりついて食べてみてください。このタレ絶対美味しいでしょ。そのタレにつけて食べてみるとですね、もうほんと外側がサクサクして、もう中から肉汁が溢れ出てですね、まさに餃子の小籠包を食べてるような感じでした。長崎の炙りしめ鯖を頼んだんですけれども、しめ鯖と山椒が合うなんて知らなかった。そしてオリジナル黒酢の酢豚がやってきました。酢豚に黒酢を使うっていうところがもうおしゃれすぎて何も言えません。この自家製蒸しパンがもう熱々でとても美味しかったです。これ見た目よりですね、黒酢がそんなきつくないんですよ。なのでバクバク食べれちゃいますので、皆さんもですね、ぜひ食べてみてください。最高に美味しかった。そして蒸しパンにお肉を挟んだりして、長崎の角煮まんみたいにして食べても最高に美味しかったです。つけても美味しい。ぜひ皆さんバルールへ。